利根橋は、群馬県前橋市石倉町一丁目と、道光雲町一丁目の間の利根川に架かる、群馬県道109号石倉前橋停車場線の道路橋である。上流側にある、群馬大橋の急橋である。1885年に、初代利根橋が架橋された。当時としては、珍しい通行量が、無料の大橋で、無鎮橋とも呼ばれていた。 橋町は183メートル、福音は7.3メートルで、長さ55メートルとなる島町、約27メートルの2連の果実式の、木鉄混合が前橋と、長さと127メートルとなる島町、約13メートルの10連の木造桁橋を、組み合わせている。橋脚は、石像、橋台は、レンガ石である。この橋は、木造桁橋部分が、 老朽化したため老朽化部分をかけ直し、二代目、トネ橋として1895年6月、完成したが、翌年7月に発生した水害により流出した。その後1901年8月21日に、完成した三代目トネ橋は、橋町196.3メートル、福院4.9メートル、島町63.96メートルの三景観の、 カジ式の米国カーネギー社製品結合平行源、プラットトラス橋の公共である。株高は、橋台は、クイ基橋脚は、イズツ基礎である。この橋は1947年から1949年の台風による水害を受け2号橋脚が、旋屈によって傾いたため、1954年、上流側に、群馬大橋が竣工されたことにより、 歩道橋に転用された後、1963年に撤去された。そして、1966年3月開通した、現在の橋は4代目である。現在の橋の構造形式は三軽観光、連続箱下橋で、長さは199.8メートル、福音は10.4から10.9メートル、最大島町は90メートルである。上部は、製造で、 株港は大砲建設である。仮設当初は福音6.4メートルで歩道はなかったが、1974年福音にメートルの歩道を橋の両側に増設するため、拡幅された。ありがとうございます。